lady from Kentucky. 어디에서 거기 문자 무슨? Jimmy from Tennessee.
女子らしさは捨てました捨てました、はい、捨てたけども、まあちょっとやっぱり先ほど言っていただいたように、まあ、かっこいいブルーグラスがしたいなというコンセプトのもとやっておりますので、まあ、かっこよく聴けたらなと、歌えたらなという思いを込めて、靴がボロボロになった歌を歌いたいと思います。革のパンプス履いて仕事をしているんですけれども、まあちょっとあの外勤営業みたいな感じなんですけれども、でその会社に行く時というか行き帰りをちょっと自転車使ってまして、まあ、スーツ着て自転車をこいで毎日会社に行って会社から帰ってきてるんですよね。大変やんな大変やんな、だってもうめっちゃそうめっちゃ周りに気を使いながらスーツで爆走して会社に行っておりまして、で、まあ、ちょっとある日すっごい急いでたんです。急いで帰らないといけない用事があって、で、まあ、その日は、まあ、いつもだったらまあちょっと緩くこうなんていうのかな、こうお散歩気分でゆっくり自転車漕いでるんですけど、まあ、ちょっとその日はめちゃめちゃお散歩気分でね、はい、どうもどうもお散歩気分でゆっくりなんですけど、その日はすっごい爆走してて、もうとにかくもう私の息が出てなるぐらい自転車で漕いでおりまして、で、まあ、その帰り道に坂道がありましてね、その
坂道、あの上り坂があって、もうその坂を登って曲がったらお家に帰れると。でだからその坂はめちゃめちゃこうめっちゃ急いでこうハーンってこう越えてたわけですよね。でハーンって越えてる時にゴンってこうあのチェーンが切れてチェーンが切れて、どなたかっていうと、こう自転車ってこう前輪と後輪とあって、ここにこうあって、まあ、ここにサドルがついてて、こう立ちこけてバーってこういったもんだから、でそこでガションってなったもんだから、こう体だけがこう感性の報告でこう前に行って、でここにここにここにね、ここにこうガンってもうお尻をぶつけまして、でめっちゃ痛かって、でしかもこう痛かったんですよ。でこうすぐ止まらないし、止まらないし、全速力でいきなり止まらないし、でも膝ついたら膝擦り切れるし、しゃあないからこうもう足でガガガガガってこう止まって、めっちゃ痛くて、で近くのおっちゃんとかが寄ってきて、大丈夫かみたいな、チェーン切れたんかみたいな、あそうなんです、あめっちゃ直してくれるんやと思って、嬉しいと思って、あそうなんです、チェーン切れたみたいでっつったら、そうか直してくれんのかいと思って、で直してはくれなかったんですけど、まあ、おっちゃんに心配されたから、まあちょっと靴をね、あの、まあ、家に帰りますなとか言い返して靴を確認したら、もうパンプスの先の皮が全部ボロボロにこう向けて、まあ、ハゲチョロピンみたいになってて、ハゲチョロピンっていうちょっと靴がボロボロになった話でした。まあその会社はちょっと先日あのちょっと辞めまして、あの今は違う仕事に行ってるんですけれども、まあちょっとそんなちょっと新しい靴を買う余裕もなく、ちょっと次の仕事が始まって、まあまた靴買えないけど頑張って仕事をしているという女性の歌を次は。間違えた。Working girl blues. Hey, 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 hey! I get every Monday morning working blues. I'm alone, but I got a boat and a working shoes. I wear the weekend but too short, but I can choose. Friends alone made the working girl. He made the blues. Thank you.
しい。チョコレートファンティンガールズのね、あ、はい、活動なんですけど、あのちょうど去年ね、去年また復活し始めたところだったんですけど、なかなか最初メンバーが集まらなくてですね、メンバーは集まらないけどどうにかしてやりたいみたいなのがありまして、この間の去年の夏ですね、去年の夏の宝塚の夏フェスに、この2人のデュオで出させていただきました。そこでね、頑張って出てよかったなっていうのが、そこで見に来てくださった、見に来てというか、こう目にしてくださった方からね、たくさんよかったよっていう声をいただいたり、今回のこのライブも見ていただいた伊勢山さんから声をかけていただいたり、それから去年の9月には、千日前ブルーグラスアルバムバンドさんのこうちょっと幕開いてんですかね、その隙間の時間にも出させていただいたり、ちょっとだけなんですけど、そんなね、ありがたいご縁をいただきましたので、頑張ってきてよかったなっていう思い出のあるこの2人組の曲を、2曲ちょっとだけにしたいと思いますので、よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、じゃあ1曲目Bear the soul never dies.仕事と市場と入り混じった気持ちがあるんですけど、なぜこうやろうにも一人でこう習得するのってね、なかなか難しくて、できればこう教えてもらいながら
たらいいなって思ったらですね、私のおばあちゃんが昔桐屋さんっていうんですかね、こう布を売る商売をしてて、で、まあ、それだけにこう裁縫もすごい上手で、こう小さい頃はこう夏の浴衣を作ってくれたりとか、でおばあちゃんの最後の対策がこう私が高校卒業する時に作ってくれたコートなんですけど、もう今はねちょっと裏地がだいぶボロボロになっちゃって着るのはちょっと難しいんですけど、今もこうクローゼットにね大事にしまってあるんですけど、まあ、そんなの作ってくれるおばあちゃんがねいたのでね、もっとちゃんと習っとけばよかったなとか思うのが心残りです。まだ生きてますけど。愛知にいるんですよ。だからちょっと遠くて、今はね実際習うのちょっと難しいのは本当の話なんですけど。あ、安心した。はい、この次私の心残りはねまだまだ全然取り返しのつく心残りなんですけど、次の歌はねちょっともう別れた恋人を持ってちょっと取り返しのつかない心残りを歌う歌ですので、聴いてください。The Last Thing on My Mind。それでは、この
最初にちょっと先ほど紹介をいただいたんですけれどもバンドメンバーというかチョコレートファウンテンガールズのちょっと紹介をしたいと思います。さっきもちょっとご紹介してもらったんですけどもともとチョコレートファウンテンガールズファーストシーズンっていうのを、まあ、学生の時にやってまして、まあ、みんな就職やらなんやらで、まあ、休止、一旦休止っていうことになりました。で、その後、マンドリンのキーちゃんと、ギターのりょうちゃんが最近になって、ちょっとブルーグラス熱がちょっと降りてきて、降りてきた。ちょっと、もう一回チョコファンやりたいなっていうので、残りのメンバーがちょっと招集されて、セカンドシーズンを結成することになりました。で、今回セカンドシーズンに新たにフィドルのゆっこちゃんを、新メンバーとして迎え入れ、この5人で、やることになりました。で、まあ、さっきも紹介あったんですけど、パンフレットにチョコレートファンテンガールズの歴史を、はいね、長々と書いてるので、はい、私が書きました。お時間あるときにちょっとピラッと見てもらったら、はい、いいかなと思います。はい、ではでは、5人でちょっとまた感じとっても優しいかいと思います。それでは行きますよ。はい。Good morning, Captain. Good morning to you, sir. Hey, hey, hey. Do you need another music?
ブルースとかね、好きだからね、言ってたらいいねって言ってます。はい、まあ、今日はね、チョコファンが復活して、最初のステージっていうことなので、まだまだこう知らない方いっぱい今日は来てくださるかなと思ってね、今日はこうチョコファンどんなバンドかっていうのいっぱい知ってもらって帰りたいなと思ってるんですけど、こう帰ってもらえたらえいいかなと思うんですけど、こうチョコファンの強みがね、こう一個各自あの確固たるものがありまして、ちょっとハードル上げてます。こうみんな歌えるのが、みんな歌えるのが強みと思ってましてですね、こうメインもするし、ボーカルもするし、楽器もするし、みたいなのが個人的にはね、いいバンドだなと思うので、次はちょっとそのコーラスを生かした、楽器なしのね、歌だけの曲を、お送りしたいと思います。はい、ブライトモーニングスターズ。Bright morning stars are rising. Bright morning stars are rising. Bright morning stars are rising. In my soul, oh, where are our dear mothers? Oh, where are our dear mothers? Oh, where are our dear mothers? さっきりょうちゃんの
まちゃんのおばあちゃんが登場しましたけど、はい、私も田舎で待ってるおばあちゃんいますで、この歌の中に田舎道をこう、まあ、寂しい感じの人気のない田舎道を一人でただひたすら歩くっていう場面があるんですが、それがまあ、あ、こんな感じかなと思ったのが、今私の職場田んぼとか畑とかがあって、とにかくもうすごいだだっ広い平地の真ん中にポツンと立ってるようなとこなんですけど、空が広くて、で、道がまっすぐ伸びてて、そこを毎日歩いて通ってるんですけど、なんかその感じが、歌の中の人もこんな感じやったのかなと思いながら通勤を楽しんでいます。最近は春になって、最近はキャベツが美味しそうな美味しそうなキャベツが育ってきてます。まだその職場1年過ごしたことがないので、四季折々の変化をこれから楽しんでいきたいなと思います。そんないろんな情景が浮かびますが、したら、はい、聞いてください。Back to the country roads。紹介に
かったんですけど、チョコさんチョコさんは、去年の4月からシーズン2っていうことでお絵描きをもらって、で入らせてもらって、学生の時からチョコファン知ってて、ですごいお話もらった時はすごい嬉しくって、でもなんか私でいいかなみたいな感じで思ったんですけど、みんなすごい温かく迎えてくれて、で社会人になって卒業してから2年ぶりぐらい楽器弾いて、ですごい今バンドとして活動する上で、普段の生活忙しくかったり、もうストレスでこう毎日こうなってる時にバンド月1、2ぐらいで集まれるこの機会がすごいこう癒し、私の中では癒し、女子会みたいな感じですごい楽しくて、なんかありがたいなっていう感じで記憶だ、記憶だで。学生の時からなんかチョコファンって言えばこの曲かなみたいな感じの曲を、まあ、前からずっとやってて、で今回もそのそれをやらせてもらおうかなと思います。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アイルランドのバリバッチリ